はい、こんにちは、マーマーのストーと申します。このお店は、世界遺産、日光の世界遺産エリアのすぐ手前、新京から200メートル手前ぐらいにある、お店です。こちらにあるビール工場、こちらで私が作ったビールを、こちら最大6種類、ビールを、提供できるようになっております。皆さん、よければいらっしゃってください。よろしくお願いします。はい、イベント当日には、私の作ったビール4種類か5種類になるかもしれないですけど、提供しようと思ってます。中でも、トウモロコシ味、焙煎したトウモロコシを使って、トウモロコシの香りをつけた、コーンブラウンというビールや、あと真っ黒いビール、に、コーヒー豆を漬け込んで、作ったアルコール度数も 8% を超えるような、ものすごく酔っ払うアイスコーヒーみたいな、黒いビールっていうものがあります。まあ、この2つを、代表として大体 4,5 種類、お持ちしますので、皆さん、会場でお会いしましょう。よろしくお願いします。はい、日光クラフトビアフェスタ、お待ちしております。